さんはモテるっていうふうに私裏じゃ聞いてました。いやいや、モテましたよ、はい。じゃあ例えばね、その当時ね、遊んだ頃にさんまさんとかダウンタウンさんがわって来てたらどうでした？ちょっと行けるなら行きたいですよね。やっぱり、はい、頂点を極めた人のエロを知ってみたいの？知ってみたいです。普段絶対見えないところを見てみたいです。へえ。一番知りたいのは？ミキティの庄司さん俺と同じぐらいじゃん地位と名誉。なんで俺脱落して庄司さん勝ち上がんの？顔がめっちゃ好きなんですよ。まあ男前やからな。でなんか藤本美貴さんの YouTube とか見てても、うん、やっぱ男前な。かっこいい。本当にかっこいいし優しいし、うん、優しそうと思って欠点を見つけたい。あ、なるほどね。どうなん、例えばじゃあ庄司さんとエロしましたと、めちゃくちゃ小さかったりしたらニヤニヤするの？ニヤニヤすると思います。私しか知らない、うん、言いふらすの？あ、逆に言えないですよ。言わないって、自分だけの秘密、誰に聞かれても絶対言わない。それ言っちゃったら私がそこに行けた意味がない。そうか、みんなが知っちゃうから。そうです、私だけ知っときたいんや、うん、そうです。隠し財産みたいなことを持ってきたいんだろ？何個もいっぱいありますだから多分。だからスーパースターの言ってはいけないのこといっぱいあるってことよね。ありますあります。全然ちょっと俺があるんですけど、暴露問題。いやいやいや、ダメですよ。だって人としてダメですもん、あれは、うん、プライベートを晒すなと。晒すのはちょっと違くないっていう。だってみんな裏があってこそじゃないですか、うん、こう暴露するって一番立ち悪いなと思う。LINE を見せるであったりとか、うんうん、マジああいうの本当一番嫌いです、ね、いやでも素敵ですね、なんか信念持って。信念はありますね。やってますね。なかなかそんな信念持ってエロやってる人は出会わへんから。でもじゃあもう合コンとかね、最初のもう出会った瞬間で結構ジャッジ決まるってことや。決まります。バッて出会った時にうわっこいつってなるってことでしょ？結構なりますね。でもなんかいろんなことがつながりました。今の旦那様がもう顔がど真ん中でっていうのも、そういういろんな人を経て本当のタイプまで上り詰めたってことですもんね。だし、いろんな人を見て今の彼は遊べない人だってなった。トップオブトップを見つけちゃったんだもんね。自分の中の彼出会ってこなかった人種だし、うん、信頼がやっぱそこで分厚いし、うん、かつ自分の顔とタイプ、うん、もうこの人逃しちゃっちゃう、人生終わりじゃん、うん、行くしかないじゃんってガンガン攻めたんですよ。まあだから自分から口説き落としたってことやもんね。結婚も自分から割と。あ、そうですね、プロポーズしたいんだけどって言いました。かっこいいね。好きすぎて、好きすぎて言っていいっつって言ったら、いや自分からしますみたいな。あ、じゃあちょっと年内まででいいですか。なんなんその気分。待ってる方も辛いじゃないですか、うん、そんな、なんか数年後に結婚しようねみたいな口約束絶対嫌だし、うん、こっちになって仕事だってあるし、うん、女だからやっぱね、いろいろ出産年齢的なものもね考えたら、じゃ年内で、まあ年内に言ってきてくれたってことで。いや、もう12月31日でした。ギリギリ。、はい、なんとか滑り込んだ形や、はい、なんかかっこいいですね。ありがとうございます。うん、よく怪しに行けるな。あんな話した後にあの人。え、でも娘さんじゃないですか、はい、鉄のお城は娘にも伝えるの？伝えますよ。または自分の意思で開けって。はい、簡単に開くなよってね。めっちゃ笑ってるやん娘。DNA ってこういうことやねんな。男性関係で私傷ついたことはないんですよ。自分の意思でやってるから、はい、だからこうやって話せるのもあり。まあでもそっちの方がいいよね。なんか本当にいいと思います。 YouTube やってると遊ばれちゃったとか、うん、やっちゃったみたいな、うん、めっちゃ来るんですよ、相談がね。あ、そうです、うん、そう、事実はそうかもしれないけど、口に出す時は自分でやってやったって言っときな。いや、俺もそれは本当に思います。ですよね、うん、なんで女子側が遊んだったって思わないんだろうって。だから遊ばれたって思ってる時点でエロに関してもう対等じゃないのよね、はい、なんか男性の上にか言ってるから、対等のレベルでしょ。どういう構図で喋ってんの今これ。すっごい構図で喋ってるけど。いや、でもそれはわかるな。俺もその
昔合コンとかでよく言ってたのは、もうエロの最終ジャッジは絶対に女子が持ってるから、 OK か OK じゃないかの門を開けるのは女子じゃないですか、はい、OK しといて遊ばれたは俺なしちゃうかって言ってたんですよ。例えば抗えない状況ならわかるんですけど、はい、意識なくなる前まで酔わされてるとか、そうじゃない時のエロでやっちゃって遊ばれたは俺は女子ずるいなと思ってるタイプなんで、でもどっちかそっちタイプでしょ。これはやっぱそう思ってほしいな、みんなな。帰ろうと思ったら帰れるんですけど。そうだって俺も遊ばれたとかよく言われましたよ。本当ですか。言われました言われました、井上さんに遊ばれたとかなんかそんなんが回ったりもしましたけど、こっちはしっかりベッド際で土下座してますからね。頼むと、変なことせえへんから頼む、一緒に横に寝たいだけなんだ。いや、それ嘘じゃないですか。嘘だよ。いや、それが多分ダメなんですよ。でもだから俺ちゃんと正直に言ってますよ、うん、女性に、うん、でもなんかするでしょ、うん、なんかするとは言ってます、うん、でも頼む、隣に一緒に寝かしてくれ、でもなんかするよ、もうこの押し問答を1時間ぐらい経た後に女性が根負けしてもうええよほなって。優しい。これはもう俺遊んだじゃないと思うもん。どういうの。そうよ、大人ですからね。そうそう。あ、そう、神田さんね、はい、俺その嫁に見せられたんですけど、はい、パークマンサーさん、グローブのマークパンサーさんのモノマネされる方でいいんですかね、はい、どうぞ一緒にやってらっしゃるじゃないですか、グローブさんのモノマネユニットという形でいいんですか、軟式グローブというユニットを組んでらっしゃったんですよね。しかも2代目なんですよ。うん、もう某番組で誕生した、まあ、グローブさんをいじった、うん、まあ、ユニットみたいなことでしょ。うん、でそれに2代目オーディションで受けに行ったんでしょ。受けました、はい。なんで面白そうだった。俺あれだけが本当に意味わからへんねん。そうですよね。うちの奥さんがね、もちろんあの神田さんの YouTube よく見るって言ってるじゃないですか、はい、ほんま不思議な時があって、車でドライブとかしてる時も神田間さんとそのパークマンサーさん軟式グローブの歌をかけ出したりするんですよ。絶対グローブでええやん、公式の方かければええやん、なんで柔らかい方かけんのっていう。でも神田間さん好きなからそれがいいの言われんねんけど、やっぱグローブよりは落ちるやん。パークマンサーさんとその軟式グローブをやってて、はい、どっぷりこの芸能の世界に移行はなかったんですか。ないですね。やっぱ若い時にいろんな人を見てきたから、うん、ここは私生きる場所じゃないっていうのは思ってました。やっぱ芸能界って変な人じゃないと売れないじゃないですか。まあまあ個性強めじゃないとね。そうです。じゃあ今は自分のアパレルとかもやってでしょ、はい、将来的な夢は何なんですか。スナックを開くこと。うわぁ、本当にやめていただきたい。もううちの嫁が入り浸ること確定やもん。なんかそういう、せっかく YouTube で輪を作ってて、うん、自分が今アパレルでやってるブランドもマルって言って輪がテーマなんですよ。はあはあはあ。コミュニティをやっぱ大事にしていきたいというか、うん、お酒とともに。まあじゃあもうスナック作って娘が二十歳超えた時に一緒に飲めるとかがもう最高や。もう最高です。じゃあ最後に神田間さん、神田間さんにとって恋とは何でしょうか。恋とはアドベンチャードラゴンボールかアドベンチャーアドベンチャーです。やっぱ行ってみないと分かんないんで冒険しようです。そうよね。でもこれは恋だけじゃなくてビジネスもそうで、その現場に行ってみないとそこの場所が正しいのか正しくないのか分からへんからね。特にエロはね、合う合わんもあるしね、はい、だから大人になるとこうエロから入って恋愛にとかもありますけど、うん、それってでも結構理にかなってるっていうか。そうね、はい、思いますね。旦那さんは会うたんですか。ああ、おかげさまで。まあおかげさまでの結晶今抱いてるもんね。マジで体の関係なく逆に付き合ってるか分かんなかったレベルです。あ、最初、はい、それはもう旦那様が多分大事にされててってことでしょ。違うんですよ、予定もすっぽかされてたんで、うん、もしかしたら私2番目みたいな風にずっと思ってました。でもそれで言うとね、今ご結婚までしたからあれですけど、はい、男前じゃないですか。浮気の心配は今ないです。うわ、絶対ない。ないです。ないないない。
もししてたらどうする？泣き叫びますね。で、離婚ってなる？もうちょっとちゃんと話し合って修復する。一回は話し合います。でもダメだったら別に私自分で稼いで生きていけるから。かっこいいね。いいかなって思っちゃいます。やっぱ強い女子ですね。うちは、まあ、もちろん何にもしてないですよ、はい、浮気だ不倫だしてないですけど、万が一そういうことをしたらどうするってノリでね、はい、聞いてみたら八つ先にするってこと。別れるとかそういうのじゃなかったです。八つ先でした。八つ先にしてあなたの保険金で楽しく暮らす。もっと強いじゃないですか。そうですね、だから神田さんの影響ですよね、本当に。いやいやいや、元が似てたってだけです。こうずっと喋ってて、はい、顔は違うけど嫁と喋ってる感じですもん。本当ですか、はい、アドベンチャーはもう終了でしょ。あ、終了です。結婚したから、はい、こっからはだから娘のアドベンチャーを見守る側や。そうですね。母親として、まあ、育て方なんかその各家庭それぞれやと思うけど、ちょっと傷ついてもええやぐらい。傷ついた方がいいこともいっぱいあるから、うん、間違ったことはやったら怒るけど、この子がじゃあそれ間違ってないってどうしても言うなら、じゃあもうそれでいってらっしゃいってなっちゃう。娘がじゃあ YouTuber なりたいとか芸能界入りたいしてももういけいけって感じだ。あ、でもそこはちゃんとなんでなりたいのから、うん、YouTuber になるためにはじゃあ何が必要かなとか、こう段階の説明をして、それでもやりたいって言うなら多分やらせます。メリットデメリットを知ってもらって、それでやりたいって言うならいいよっていう。いや、素晴らしいです。やっぱり考えがしっかりされてるから、自分の行動一つ一つに自分で責任持ってやってるところですもんね。あ、ちょっとこれはラブトーク云々関係ないんですけど、はい、ちょっと神田さんアパレルじゃないですか、はい、美的センスもちろんやっぱあるわけじゃないですか。アパレルって一個相談がありまして、はい、このソファーおしゃれですか？おしゃれじゃないですか。ですよね、ですよね、よかったです、はい、いや、このソファーが僕ら的にはすこぶるダサいなと思ってるんですよ。このチームの長がどうしてもこれが捨てれないと。なるほど。この YouTube のこの背景とかも考えてどうです？まあ変えていいんじゃないですか。ですよね、はい、なんか変な色でしょ。正直この色の服選ばんでしょ。そうですね。それが聞けてよかったです。はい、本棚もう増やしたんですよ、うんうん、後ろ殺風景やったんで、はい、このソファーは何色がいいですか？何色がいい？今日が最後なんですこのソファー。あら。はい、もう捨てるんです。今の神田さんの一言が決定打です。ハンコになりました。そう、本当に今日神田さんとこう撮影するってなって、最終ジャッジは神田さんに決めてもらおうっていう、あの、うちうちで決めてたんですよ。神田さんがこれをおしゃれだって言ったら残そうと。おしゃれって言っとけばよかった。いやいやいや、捨てたいんです。変な色なんで。ちょっとじゃあそれ参考にさせていただきます。すいません、なんか最後に変なこと聞きました。ごめんなさい。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、今回ラブトーク、お相手はアパレル兼 YouTuber の神田劇場さんでございました。ありがとうございました。いいね、チャンネル登録もお待ちしております。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。